こんにちは。今回は夜のスキンケアについてお話ししていきます。前に朝のスキンケアとクレンジング洗顔の動画をまとめました。今回は夜お風呂でクレンジング洗顔した後のスキンケアについてです。この動画はこの順番でお話ししていきます。タイムスタンプは概要欄にありますので、よろしければご活用ください。まず夜のスキンケアのポイントについてお話しします。私の夜のスキンケアのポイントは、肌悩みに合ったものを使うこと、新規開拓すること、2段階スキンケアをすることです。まず1点目の肌悩みに合ったものを使うことについてです。私の肌悩みはシミ、シワ、ニキビ、毛穴です。朝のスキンケアでもお話ししましたが、化粧品の中でも医薬部外品を使うようにしています。化粧品には化粧品と医薬部外品があって、医薬部外品は肌荒れ、ニキビを防ぐ、美白などの有効成分が配合されているものです。パッケージなどにもどんな効果を期待して良いかが書いてあるので、悩みに合わせて選んでいます。2点目が新規開拓することです。朝のスキンケアはメイクとの相性がいいものを使いたいので、朝に新規開拓することはまずありません。夜はメイクとの相性を気にする必要がないので、新しいコスメをいろいろと試しています。なので朝ほど固定メンバーではないって感じで、気分や肌悩みによっていろいろ使い分けています。で、3点目が2段階スキンケアです。お風呂上がりと寝る前とで2段階のスキンケアをしています。私はお風呂でクレンジング洗顔をしているので、お風呂上がりにすぐ応急処置的にスキンケアしています。めんどくさがりなので、お風呂のドアを開けたすぐのところにスキンケアを置いて、脱衣所で1段階目のスキンケアをしています。2段階目は寝る前にします。寝る前のスキンケアはレチノールとか、あと癒される香りやテクスチャーのものを使うことが多いです。お風呂上がりの1段階目のスキンケアは朝のスキンケアと似ています。パパッとお話しして、レチノールの体験談を中心にお話ししていきます。まずお風呂上がりは発酵系のシャバシャバ系化粧水とか導入美容液と呼ばれるものを使っています。リピートしているのはミシャ、魔女工場、エイジ、スムがあります。今手元にはないけど、ランコムのジェネフィックも3本リピートしました。今脱衣所に置いてあるのは、韓国コスメのフロムネイチャーのエイジインテンストリートメントエッセンスです。つけ心地はみんな似ていて、シャバシャバ系でつけている感覚があまりないアイテムです。首までクレンジングするので、顔と首に塗っています。で、発酵化粧水とか導入美容液は一般的に後のスキンケアを馴染みやすくするブースターだとか、美肌菌がどうしたこうしたっていうようなことが効果としてあると思うんですけれども、で、脂性肌の私的にはニキビ対策用に使っています。スキンケアの最初に発酵系の導入美容液を使っておくと、ニキビができにくくなる気がします。全部医薬部外品ではなくて、ニキビ予防に効くとは書いていませんが、発酵系の成分が多分私の肌に合うみたいで、肌の調子が整う感じがします。あとはミシャとか魔女工場の商品説明によると、角質ケアできるらしいんですね。多分その角質ケア成分が結果的にニキビ予防につながってるんじゃないかなと思っています。この中ではミシャが一番リピート率が長いし、朝も愛用してるんですが、他のアイテムも好きです。で、セールになってたらストック買いしてるっていう感じです。で、基本的に塗ったかどうか忘れるくらい塗った感がないアイテムが多いんですね。で、この中ではエイジーはシャバシャバだけど、割と保湿感はある方で、口につくと上下の唇がくっつくような被膜感もあります。だ、そこはちょっと気になりつつ、でも不快感なく使えています。発酵系のものはガラス瓶が多いので、脱衣所では落として割らないように気をつけています。小さなお子さんがいらっしゃるご家庭では、容器がプラスチックの魔女工場がおすすめかなと思います。化粧水はロート製薬の白純プレミアム薬用浸透美白化粧水しっとりタイプを使っています。1000円もしないのに医薬部外品で、美白と抗炎症の有効成分が入っています。で、これはいろんな美容家さんが推していて買ったものですが、最初は正直使用感があんまり好きではなかったんですよね。少しとろみのあるアイテムなので、朝使うとメイクでもろもろが出やすいし、ヒアルロン酸が入っているせいか、
肌の上のうるうる感がなんか肌から浮いているような不思議な感じがして好きではなかったんです。でも花粉の時期とかなんか肌が敏感な感じの日に基礎化粧品がピリピリ刺激に感じやすい時ってありますよね。でそんな時でも白潤は刺激を感じなくて使いやすかったです。そうやって肌が揺らいでる時に使いやすいなぁと思って使っていたらいつの間にか使用感にも慣れて好きになったアイテムです。でこれも顔と首まで塗っています。次は白です。朝のスキンケアでも愛用しています。朝のスキンケア動画で詳しく説明したのでここでは短くお話しします。 4MSK トラメキサム酸が入った医薬部外品の美白美容液で使わないとシミが濃くなる感じがするのでずっと使っています。基本的に2プッシュで全顔に使うものなんですが3プッシュ出して顔と首余ったら手の甲に塗っています。乳液と軽いクリームの間くらいの使用感で使いやすいです。でここまででお風呂上がりの1段階目のスキンケアは終了です。春夏ならここまでスキンケアすれば乾燥を感じずに過ごせます。次、寝る前に2段階目のスキンケアをします。寝る前のスキンケアはレチノールです。お風呂上がりに使ってももちろんいいんですけど冷蔵庫保管のものを使ったりしているのでお風呂上がりに冷蔵庫前まで行くのが面倒っていう感じがあって結局寝る前につけることが多いです。レチノールはエリクシールとトゥベールのどちらかを使っています。でエリクシールは2本目、トゥベールは1本目を使い切るところです。トゥベールはリニューアル前のものです。でリニューアル後のものも実は買ってあります。でこの2本の使い分けなんですけどトゥベールは冷蔵庫保管推奨なので冷蔵庫まで取りに行くのが面倒じゃない時はトゥベールを使っています。全顔にレチノールを使いたいって時もトゥベールを使っています。で冷蔵庫まで行くのが面倒な時は常温で保存できるエリクシールを使っています。エリクシールは洗面所に置いてあるので寝る前の歯磨きの時にシワが気になったところにポイント使いしています。で使用感は両方似ています。軽めのクリームっていう感じです。で使用頻度は3日に1度ぐらいです。塗って翌々日くらいに肌の張りがアップしていい感じの効果があるのでそのくらいの周期で塗っています。でレチノールは効果が強いのでレチノール製品に書いてある注意事項はちゃんと守るようにした方がいいと思います。私的には夜だけ使う、翌日は日焼け止めをちゃんと使う、ピーリングを同時にしないとか気をつけています。レチノールは以前コメントで質問いただいたこともあったので詳しくお話ししていきますね。3点お話ししていきます。レチノール反応の体験談と塗る頻度についてと製品選びについてです。で1点目のレチノール反応についてなんですけどレチノール反応っていうのはレチノールを塗った時に出る一時的な肌の炎症なんかのことを指していると思います。でレチノール成分に慣れてない人が慣れる過程で出るものらしいです。で私はレチノールを初めて使ったのがエリクシールなんですけどエリクシールを使い始めてがっつり反応が出ました。で目尻とおでことほうれい線に塗った翌々日くらいかなヒリヒリ感とか小さなニキビみたいなものが出る感じがありました。で普通なら何日かレチノールを使うのを休んでまたレチノールをつけてを繰り返して2週間くらいで肌を慣れさせるみたいです。でも私がズボラなところもあって定期的に塗るのを忘れてしまってました。1回塗って何週間も塗り忘れてまた久しぶり塗ったら反応が出てを繰り返して半年くらいそんなことをしてました。で目元と口元は A 反応が出続けたんですけどおでこには、いつの間にか A 反応が出なくなったんですよね。で多分目元口元は乾燥しやすいけどおでこは皮脂が出るからレチノールが薄まって効き目がマイルドになってレチノールがなりやすいのかなっていうふうに個人的には思っています。でエリクシールを使い終わってトゥベールに移ったら効果は同じくらいなのに目周りや口周りのレチノール反応が出なくなりました。でレチノールを恐る恐る使うっていうことはなくなってトゥベールは全顔に塗っているっていう感じです。レチノール初心者でレチノール反応が怖い人はレチノールの濃度が低いものから使い始めるとかクリームを多めに塗ってからレチノールを使うとか肌の上のレチノール濃度を薄くして慣れさせるといいと思います。次、使用頻度についてです。で、私はそんな感じでエチラオチラ使ってたので、レチノールに慣れたことは、エリクシールのを開封して結構時間が経ってしまったんですよね。で、早く使い切らなきゃなと思って、レチノール反応が出ないおでこに毎晩塗って消費してたことがありました。
で、どうかな、3週間くらいした頃かな、おでこがツルツルのピッカピカになっちゃったんですよね。レチノールの効果が最大限出たのか、角質が取れすぎていわゆるビニール肌状態になったのか、私にはよくわからないんです。で、家族にもどうしたの、おでこもうめっちゃ綺麗なんだけどとか言われてたんですけど、例えていいかな、でちょっと脂性肌寄りの毛のない男性の頭皮ってツルツルピカピカ感があって、確かにめっちゃ肌が綺麗じゃないですか。で、ああいう肌になったんですよね。で、私はもともと脂性肌で丸顔で髪はオールバックで前髪がないヘアスタイルなんですね。で、そうした時に毛のない男性の頭皮のようなおでこツルツルピカピカ感ってちょっと不自然で、肌は確かに綺麗なんだけど私が求める美肌ではないのかなって思いました。エリクシールは公式の説明だと朝晩塗るようにあるんですけれども、毎晩塗るだけでも私的には効果が出すぎるなと思って今は3日に1回ぐらい塗っています。テペールは1日おきを推奨されてるんですけど、まあ、そこも適当に何日かに1回使ってるって感じです。で、3つ目が製品選びについてです。エリクシールとテペール以外だとアイハーブっていうアメリカの商品を通販できるサイトあると思うんですけど、アイハーブでアメリカのレチノールを買ったりしました。で、とっても安いんですけどしっかり効果がありました。でも私は結構安定志向が強いというか、安くてとっても効く化粧品ってなんか怖くなっちゃうたちなんです。で、私はそこまでアメリカ通ではないので、アイハーブの取扱メーカーの本当の評判っていうのが十分には把握できないんですよね。で、このメーカーって大丈夫なのかなって猜疑心の方がお買い得感よりも勝っちゃうっていうところがあります。で、日本の成分表示とか日本語の口コミが多いとか、そういうものの方が安心感があります。なので今のところ日本のメーカーのものとか、あとは日本で展開のある海外ブランドのものを選びたいなって思ってます。韓国コスメも日本人の口コミがとっても多いのであんまり抵抗感はないです。で、コスアレックスのものも買ってあります。あとレチノールは空気に触れると劣化しやすいって言われているので、空気が入りにくい容器のものを選ぶか、そうでないアイテムなら開封後早めに使うようにしています。レチノールについてはこんな感じです。次は癒しのアイテムについてです。私は基本的にちゃんと有効成分が入っている医薬部外品の薬莢化粧品を使っているんですけど、寝る前は機能性は気にせずに好きな香りやテクスチャーのものをつけています。寝る時に好きな香りに包まれてリラックスして寝たいんですよね。なので好きな香水とか香りのあるスキンケアを一つくらいつけて寝ることが多いです。特にデパコスのスキンケアアイテムって香りが強いものがありますよね。で、香りのまあ好みにもよるとは思うんですけど、香りの好みが合えばすっごく癒されていいものだなって思っています。今持っているスキンケアで香りが強いものだとポーラのアイゾーンクリーム、クラランスのダブルセラムがあります。ランコムのソフトクリームも使い切りましたが、これもすごく良かったです。で、香りの強いアイテムは初めて使った時は香りが強いなって感じるんですけど、何度か使っていると香りのマジックというか、またその香りを嗅ぎたくてそのスキンケアを使いたくなるっていうことがあるんですよね。で、またデパコスの場合テクスチャーとか容器も凝っているので、目でも肌でも極楽って思いながら使えます。デパコスのスキンケアって塗り方のコツも公式サイトや動画で見れるものが多いです。だいたい優雅にスローなモーションでお手入れする動画なんですよね。なので初めて見た時はうわー非現実的だなとかって思ってたんです。でもそのスピード感や手つきでケアしてみてほしいんですよね。で、目を閉じて指の感触、肌の感触、香りに集中しているとちょっと精神統一の時間とか瞑想の時間みたいな感じになるんですよね。今回はポーラのアイゾーンクリームを一応ポーラ公式の塗り方動画を参考に塗っています。ゆっくりさは公式動画を参考にしてるんですけど、自分の感覚としてはクリームの上に指を乗せてテクスチャーに任せて指をスライドさせてるだけっていう感じで塗っています。これがなんかすごい気持ちいいんですよね。で、いい香りに包まれるっていう感じもすごくいいです。で、夜って特にお風呂でシャンプーしてる時なんか、ああ今日こんなこと言わなきゃよかったなとか、なんであの人に嫌味言われなきゃいけないのとか、その日のモヤモヤが蘇ってくる時とかありませんか。で、ちょっと嫌な気分になったりするんです。でも寝る前に静かにスキンケアして自分の感覚に集中していると二
日常のモヤモヤからふっと一瞬でも解き放たれる感じがあるんですよね。その極楽なスキンケアをする時間っていうのがとっても優雅なスイッチオフの時間になる感じがしていいんですよね。で、一日の最後は今日も一日お疲れマイセルフっていう感じでお気に入りのスキンケアで終わるっていうのもおすすめです。と言いつつ、デパコスのスキンケアって本当に高価だったりします。クリーム1個何万円ってします。なのでアットコスメとかのプレゼント企画に応募したり、アドベントカレンダーとかクリスマスコフレとかお得にゲットできる機会に買うようにしています。以上、私の夜のスキンケアでした。私のスキンケア3部作的に、朝のスキンケア、クレンジング、夜のスキンケアをまとめてみました。どなたかの参考になれたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。特にコメントは次の動画を作る励みになっています。お気軽にコメントしていただけると嬉しいです。ではではまた、バイバイ。